はぁ、大変だこれ。大変だね。ジャンボ一生府の料理うまいバーコココロ、ティーメンターテイナー大西哲也と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イクラちゃん、イクラちゃんをつけましょうよ。はい、いいですね。でね、前回のでも言ったけど、男性がね、異常な執着を示すのがね、イクラの醤油漬けですよ。そうだね。はい、あのね、みんなね、で、思い思いの方法があると思う。俺の思う、より良いイクラの醤油漬けをね、今回は作っていこうと思いますので、一つのね、参考にしていただければいいかなと思います。ぜひ、よろしくお願いします。イクラの醤油漬け、作っていきましょう。ココクロスケッチ。それでは、材料紹介です。まずね、イクラ、味付けは醤油、酒、みりん、白だし、以上。簡単、うん、簡単だよ、これだけです。おお。で、これはね、分量はね、イクラ何グラムに対して何グラムとか測るのは大変面倒くさいので、そうだね、うん、感覚で作っていただきたい。あ、なるほど、うん、まあ少ないより多い方がいいかな。割といろいろ使えるから、そのままタレ余ったらさ、あの、あ、イクラに明らかに多いなって思ったら、ちょっと照り焼きソースみたいにさ、あ、なるほど、ね、お魚や鮭焼いてもいいよ、肉焼いてもいいから。じゃあまあ作っていきましょう。それじゃあイクラをほぐしていく。これイクラほぐす、イクラほぐす方法諸説ありすぎ問題。網でこうやってやるっていう作戦あるけど、はい、俺あんまりあれ上手じゃないんだよね。あ、なるほど、ね、試したけどやっぱりね、お湯でほぐす作戦がね、いいと思います。で、これぬるま湯に入れると、あの、ほぐしやすくなるから、それを丁寧にこう指でこうやって頑張ってこそいで取っていきます。はい。で、その時にお湯の温度が高いと、この皮がね、ちょっと硬くなる、はい、で、関係ないって言ってる人たちもいるけど、俺の感覚ではね、やっぱりね、高い温度だと硬くなる。だから30度ぐらいでね、でも普通のただの水だったらね、すげえほぐれないんだわ。だから30度ぐらいで頑張りたい俺は。なるほど。で、塩水でやった方がいい。これも、あの、真水でやると皮がちょっと硬くなる。変わんないっていう人もいるけど、俺の感覚だとやっぱり変わる。なので塩水を作る。あればね、俺は鍋の方がいいと思う。理由は口述。で、こう鍋にさ、こう水測って入れるじゃん。で、 3% ぐらいの海水と同じぐらいがいいと思うな俺。水っていうかお湯を入れる、まあ、どうせ冷めるから30秒よりちょっと高くてもいいよ。まあ2リッターいってみようか。あ、ちょっと多いな。 1.5 リッターにしよう。で、それに 3% のお塩を入れていく。 45g、 45g 入れていく。これ正直、これやらなきゃいけないっちゅうわけじゃないから、熱いお湯でやってもいいし、あの、塩入ってないやつでやってもいいのさ。すげえ入る。入るよ。だけどこれでやると俺はよりいいと思うっていう話だから。別に普通のお湯でやっても十分美味しいのできるから。むしろね、俺はね、ちょっと皮が硬くなったぐらいのイクラが好きだ。わかるわ。ちょっとプチプチ言うぐらいのが好き。溶かしていく。これもね、感覚でもいいから、感覚でもいいけど、まあ分かんない人は測ってやって。海水の濃度どんぐらいかなって分かんない場合は。あ、しょっぱ。ここにイクラちゃんを入れます。で、このイクラを、このここ皮ついてるじゃん、はい、ここ皮ないじゃん。この皮ないところをね、こう優しくこう、なんていうの、撫でてくようにすると自然にほぐれてるから。これがだんだん、いや、明らかにこれ30度より低いなって思うようになるじゃん。このイクラも冷たいしさ、うんうん、っていう時、俺はちょっとこれを鍋を火にかけてちょっと温めるちょっとね、から鍋でやってる。触らせてよ。あ、いよいよ。室崎の触った感覚大事だから。あ、そう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 、ほぐれるでしょ。あ、はい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 。撫でてたら、撫でてたらほぐれるでしょ。楽しいじゃん。いや、そうそうなのさ。だからね、男子がハマるんだよきっと。これプチプチしたやつ、うん、潰すのと同じ感覚じゃない？いや、そうそうだね、そうかもしれない。うわー、うん、あ、これはいいわ、うん、いいでしょ。楽しい、うん、楽しいでしょ。これはちょっと冷たくなってきたって言ったら、ちょっと火にかける。1分ぐらいかな、まあ、まず注意しながらでもね。慣れたらそこまであったかくなくてもいけるようになるから。あとはこうやってほら、優しく優しくこうほぐしングしていく。そうやって頑張ってほぐしてたら、これだけになるから、皮だけになるから、皮だけになったら捨てます。で、頑張ってもう一本ほぐしていきます。よいしょ。はい、ほぐさりました。ほぐさりました。はい、ほぐさりました。これね、中でほらほら、イクラさんがさ、こうやっているじゃん。ちっちゃいな。ちっちゃいね。そしたら今度はここにさ、この汚れを取っていく、この浮いてるゴミとかカスとかあるから、これをこうザバーって上積みをね、こうどんどん捨ててって、こういくら流れないように捨てて、で、水を入れ替えながら何回か洗ってやる。その時に無限にカスが出てくるから、ある程度で諦める。ザルとか使わないの？あ、ザル使ってもいいよ。でもどの道、そんなにそんなに浮いてこないから。米研ぐみたいな。そうで、これを洗うやつもできれば塩水の方がいいね。こう上積みをこうザーッとさ、こうするとこういくらのカスがね、こう、うん、捨てられるから。中身に潰れちゃったイクラとかも流れてる。そう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 。あー、意外と少なく小さい。
あ、お米と一緒だ、本当に。うん、そう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 。ほら、こんな感じ。うん、で、お水入れるでしょ。でそしたら、こう一回しだ、このカスが結構浮いてくるから。あ、結構浮くでしょ。このカスを、またこう吸ってやる。あ、こんなに。そう。でね、これがね、無限に出続けるのさ、いつまでやればいいか分かんなくなるんだよ。だからね、何事もね、ほどほどというものが大事だから。赤いとこはちょっと皮の残ったところ、こういうところがこう目立ってきたら、ここだけ取ってやればいい。3、4回もやってれば、大体綺麗になるから。マジで？そう、無限なの、これ、マジで。ある程度で諦めましょう。で、かなり綺麗になったと。だいぶ綺麗になったやん。でさ、ちょっと白くなってるじゃん。で、ちょっと白くなってて、この子たち大丈夫かしらって思うでしょ。うん、大丈夫かしらって思うけど、これね、ちょっとね、しばらくザルにあげてたらね、あの、復活するから。そして最終的にザル使うんかい。あ、最終的には使う。静かに水を切っていきましょう。下になんか皿かなんか引いてね。その間に漬け汁を作ります。で、漬け汁を作っていくんだけど、まあ、醤油と酒とみりんとね、白だしを合わせていくんだけど、大西はね、結局、いや、漬けの時もやったけどさ、まあ、醤油と酒とみりん1対1対1ぐらいが美味しいかなって思う。これはね、結構みりんの多いレシピだと思う、世間的に見ると。いろいろ調べた結果、みんなみりんもっともっと少ないけど、俺はね、みりんでしっかり甘い方が好きだな。白だしはちょっと風味付けっていうか、ちょっとその隠し味に入れるかなって程度がいいな、俺は。だし汁作って、だし汁2に対して醤油1ぐらいの、結構だしだししたやつで作ってる人も多い。お寿司屋さんとかのね、いくらそう言われてみれば、なんかだしが強い気がするな。アルコールを、俺はね、煮切らない風味が好きなんだけど、だけど、あの、いくらね、結構いっぱい食べるとかさ、ね、車運転するとかいう人はさ、煮切った方がいいよ、子供いるとかね。今回はどんぐらいでいるかな。まあ、100で 300cc あったら使いそうだよね。150ぐらいにしようか。さすがに切るかなって、煮切るかなって感じもする。あの、刺身醤油ぐらいならね。で、これ火にかけてアルコールを飛ばします。酒とみりんを煮切って粗熱取ったら、お醤油混ぜてやる。まあ、これも味見ながら入れるといいね。まず100ぐらい入れるでさ、味見にも大活躍、バースプーン。うん、もうちょっと醤油でいいかな、やっぱりね。150ぐらいでいいと思うな。そして白だしをちょっと、白だしによってもね、味違うから、どんぐらいかな、 10cc ぐらい入れるかな。でちょっとだし成分ね、入れてやると急にゴージャスな味になるよね。味の素でもいいよ。もうこの時点でうまい。タレとしていけてる。タレとしていけてる。でですよ、そうこうしているうちに、先ほどこう水揚げしたね、水揚げしたイクラちゃんが見事な復活を遂げているから、いきますよ。ほら、オレンジになりました、ね、オレンジになったでしょ、はい、綺麗でしょ、はい、このイクラをこれにこうつけてやるって感じだね。あ、出た。はい、で、これを容器に、何らかの保存容器にまず入れまして、イクラちゃんがひたひたになるまでタレを入れます。タレめっそ余った、うん、めっちゃ余っためちゃめちゃ余った50cc ずつくらいでよかった、ね、3分の1でよかったね、はい、すいませんでした。これで蓋して、で、このイクラをつける時間問題が発生します。で、これイクラがね、こうタレ吸うからね、やっぱりちょっと多めに入れてやるとね、もうちょっと入れるかな。イクラをこれつけとけばつけとくほど、このタレの味が入るけど、こうどんどんこの浸透圧ね、こうイクラにこう汁が吸われてて、イクラがこうパンパンになっていくのさ。こうすればするほど、またこれ皮硬くなるので、好みのところでね、サルベージするのがいいよね。それはどのくらいがいいかっていうとね、俺はね、30分から1時間ぐらいが一番このイクラがこの柔らかい状態かなって思う。なるほど。でも個人的に好きなのは一晩だね。へー、随分違いますね。うん、なんでちょっとずつね、つけながら味見してみるといいと思うよ。ちょっとずつ取り出して、で、自分の好みのイクラを見つけるのがいいと思います。これのままだったら、まあ、例えば30分40分つけてみるけど、うん、今回ね、使うのがね、これこの蓋がね、これをこうやってこうやると、うん、するとね、この中が真空になる。うえ、真空保管庫。これ実はね、この前動画撮ったから後日紹介します。何かっていうと、こう真空にしてあげると、イクラのこの中にもこの微妙にスポンジ状になって、こう隙間があって、で、そこにこの液がこうギュッとこう真空にするとより入りやすくなるっていう。だから、あの、普通だったら30分でつけるやつも、これにしたら、まあ、15分くらいでいいかもしれないね。なるほど。こういう便利グッズもおいおい紹介します。15分後ぐらいにニュースポンつけられたわけですよ。はい、あー、全然色がもう、ね、開放します。その柔らかいのをキープしたい人は、もうこの状態でサルベージしてあげていいね。もうこれでね、十分味は入ってるはずだ。ということで、実食してみましょう。はい、こういう時でもね、これが茶こしやん。茶こしが大活躍だから。茶こしマジ万能だな。やべえ。まだちっちゃいね、やっぱりね。ちっちゃいわ、うん、
やでもやっぱり俺はねもうちょっと使った方が好みではあるな。おいおいいくら、おいおいいくら、ココカローズキッチン、今日はこいつで決まりだ。いくらの醤油漬けです。ということで皆さんお楽しみの大西愛の時間がやってまいりました。いきますよ、大西愛。はい、どうですか、イクラはちなみにお好きです？だいぶ好きですね。だいぶ好きですか。一時期でも家でそれこそ母が作る醤油漬け食べすぎて、うん、食べ飽きてた頃があるけど、うん、ああなるほどね。もうでも、うん、なかなか食べれないですから。どうですかね、大西方式のイクラ。まあちょっと食べてみましょう。いただきます。はいよ。うん、おいしい。これさ、真空15分で漬けただけだけどさ、え、十分じゃないって感じだよね。確かにね、もう柔らかくて、うんうん、そうだよね。もっとパンパンでもいいかなっていう感じ。本日はね、ご用意してあります。お小西がこれ、もうね、結構漬けて、4日ぐらい漬けた。お、そんなんでもいいんだ。パンパンイクラが入ってます。うまー、これ。めっちゃ美味しい、これ。これ、大西が前漬けた、4日ぐらい漬けたパンパンイクラで、これはね、ちょっとね、だし中心にしてみたんだよね。あご出汁で、あご出汁で漬けてみました。そうでしょ、やっぱり長い間漬けてると結構パンパンになるのさ。噛めるもん。うん、そうでしょ。こっちは噛まない感じ。そう。あー、なるほど、出汁。うんうんうん、どっちもいいよね。そうだね。俺はね、結構このね、パンパンのね、イクラが好きだよ。うんうん、ちょっと並べてみるか。あー、わかるわ、うん、これ右側がちょっとしか漬けてないやつ。うん、そうだね。で、左側がうん、パンパンのやつ。誰側の方がさ、見た目はいいよね。これでもその時のイクラの卵がどうこうっていう話、ね、あ、そう、それもある、うん、けど、大体同じだと思う。欲しかった、欲しかったんだろ。出た、大変な上になるよ、はい、お、ついに茶碗が導入されてる。そう、茶碗購入しました。全額でいいですか。最近いいですよ。はぁ、大変だこれ。大変だね。北海道のさ、いいホテルの朝食で出てくるやつじゃん、ね。今ですね、室崎さんがこう豪勢なサムネを撮るためにっていう名目で、うん、もうイクラをそれにたくさんかけさせようとしてる ね。2倍ぐらいは欲しいかな。はい、行きますよ。あ、はい、あ、よいしょー。名前かつないけど。はい、よいしょー、よいしょー。もう米粒といかがですか。米粒と同じ量のイクラの粒。大変だこれ。これはやばいよ。これはやばいね。犯罪かもしれない。うわ、すごい、ほら見てこれ。米に到達するまでにイクラがもう。いただきます。あよ。食っとるかな。すごいね。もう言えねえ。これはもう文句ないやん。文句ないよね。うわー、うまっ。うまうまいな。これガパオ、ガパオ超えた、ガパオ超えた。結局魚卵が一番、魚卵が一番うまい。あれ、もうイクラ丼なんてややしばらく食べてないんじゃないの。いや、もうなかなか食べる機会ないし。いや、ないよね。だってさ、これでさ、観光地行って食べようとしたら3000円ぐらいすんじゃん。そうそう、イクラ入ってねえよって。いや、そう、コココロはね、このイクラ丼ね、1280円で出してますから。まあ、ここまでイクラ乗せねえけど、もうちょっと薄いけど。うん。俺はやっぱりこの、やっぱり、いや、この、いや、40分イクラもいいけど、俺はやっぱり一晩2番つけた固めのイクラの方が俺は好きだな。一番ねえわ。イクラに勝るものなし。本当にごめんだけどね。本当にごめんだけど。魚卵に勝るものなし。あんだけ頑張ってさ、下処理してみっちり作ったり、うん、材料揃えてガパオレス作ったり、うん、ね、いろいろしてきたけど、うん、魚卵がうめえわ。米に合う。米を美味しく食べるものナンバーワンは魚卵だと。泣きそう。めっちゃ美味しい。いや、これはでもさ、うん、今回はさばいてお腹から出したイクラでやったけど、うん、売ってる生すじことか、うん、あ、まあこっちで売ってるか分かんないけどね、うんうん、生すじことか、うん、市場行けば売ってるよ。あ、なるほどね、うん、そういうのでやってもいいわけだよね。そう、やっぱりね、簡単、難易度的にはペペロンチーノ、うん、まあ、そうだね。このなんていうの、手軽さと深さがやっぱりペペロンチーノとかに
近いんだと思うね。これでもこだわったら味付けすごいいろいろさ、ちょっと辛めにしてみるとか、そうね、あと塩だけとかさ、うん、あるね、塩だけだね、あと塩麹でつけてもうまいみたいよ。あ、そうだね、うん、一回食べていいの？はいよ。マジでやばっやばっ、えいいんすか？いいんすか？マジかよ。チンスコ、チンスコ思わずチンスコ忘れるレベル。チンスコ忘れるって相当だから。いや、めっちゃうまいこれ、うん、いや、カウマンガイもめっちゃすごい美味しかったよ、うん、でも、家で出てきて一番嬉しいのは、うん、イクラの醤油漬け。はい、皆さんぜひチャレンジしてほしいね。はい、美味しくできました。まあ、みんないろいろこう深掘りしていくと思うし、深掘りみんなもうすでにしてる人もいっぱいいると思うけど、まあ、大にして的ポイントをおさらいしましょう、うん、はい。まあ、イクラの皮を柔らかく作るのには、さっきのあの鮭さばく動画の時ちょっと言ったけど、皮にもう登ってくるぐらいの鮭だともうイクラが硬いので、なるべく早い時期に、まあ、海で獲れた鮭のイクラを使うといいね、はい。あの粒が小さいやつを狙うと、まあ、まず柔らかい。ほぐす時にそこまで熱いお湯にしない、30度ぐらいで塩水で、その後洗いすぎない液につければつけるほどパンパンになって硬くなる、まあ、そういうとこだね。まあ味付けとかはまあ好み、うん、あとはもう味付けは好みだ。味付けも硬さも好みだ。何度も言うけど俺はちょっと硬い方が好き。いや、これは本当に好みだと思う、うん、本当にそうだよね。どっちも美味しいんだよ、うん、で味も全然、うん、全然違うからやっぱり違う、うん、あとはね、なんだっけな、調べたらお寿司にするときは、なるほどね、お寿司からポロポロこぼれたら話にならないから、あのねっとりした固めの仕上げにするっつってた。食べやすさもあるよね。うん、それさ、硬かったらさ、噛むときさ、うん、あのなんていうの、全部噛まないと飲めないわけ。ああ、そう柔らかいとさ、うん、こうし、こうね、そう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 、すごいわ。皆さん、いくら度を追求してください。素敵でした、はい、ね、本当にありがとうございました、はい。ぜひね、あの魚卵がすごい伸びたから次タラコやろうぜみたいな流れに持っていってほしい、みんなの力で。いや、まあ確かにね、俺もね、まあ、タラさばいて、スキトウダラさばいて、うん、それで明太子自分で作ってみたいわ。そうでしょ、うん、作ってみたい、作ってみたい。俺もそれを食べたい。ということで、皆さん今年はイクラ作ってみてください。もうぜひ、うん、チャンネル登録、そしてグッド評価、チャンネル登録の横のベルマークもよろしくね。我々の生活のためにも、ココロチャンネルが生き残るために、皆さんもっとココロチャンネルをずっと見続けたかったら、ぜひとも清き一票をよろしくお願いします。よろしく。はい、それでは皆様またお会いしましょう。いくぞ、1、2、3、したっけ。ココロチャンネル、チャンネル登録、グッド評価よろしくお願いします。福山雅治です。はい、いや、こないださ、ね、あの魚屋のね、お客さんが来てさ、うん、山梨で魚屋やってますっつって、うん、大西さんの動画でそのアサリの塩抜き、アサリの砂抜きの方法を改めて見て、でそれの説明して動画見せながら売ったら、アサリめっちゃ売れましたっていうお客さんいたのさ。素晴らしい、ね、いや、そういうこともありえるよね。だからいくらも付け方知らないから付けないけど、売ってるの見たら生すじこ興味あるじゃん。全国の魚屋さんの動画を流して、あ、そうそう、全国の魚屋さんは、いや、もしよろしければこの大西の動画をこう使いながら、あの商談すると、案件をください。店で流す用の動画をください。あ、そうだよ、そういう動画もあります。主に魚卵でお願いします。あの現物支給になってたらこをたくさん送るんで明太子の作り方やってくださいみたいな。あ、ね。